どうものりことです。先日水出しアイスコーヒーということでご紹介しましたけれども、気軽は気軽なんですけどね、ドリップする部分がめんどくさいということでもっとね気軽にできる方法ないかなと思っていろいろやったところ、もっと簡単に水出しアイスコーヒー作る方法を発見しましたんでね、今回はご紹介したいと思います。ちなみに水出しアイスコーヒーについて、前回の動画とあとブログにも記事書いておりますので、そちらのね URL を下の概要欄に貼っておきますので、そちらからぜひね気になるという方はご覧になってみてください。まず前回と同じように、コーヒーの豆粉をストレーナーに 80g 入れます。ちなみに今回は、カルディのマンデリンフレンチ初めて買ってみました。いろんな種類の粉試せるのも楽しいですね。硬い、はい、これ 80g ね。でここで説明書通りであれば水をドリップするんですけれども、1リットル先にもう水を入れちゃいます。この水が入った容器にストレーナーを差し込むと、こういう感じですね。で残りの 150ml の水で軽くドリップ、粉をぶなすようにドリップするとね、これだんだんこんな感じで出てくるのがわかると思うんですけど、あとは同じように冷蔵庫で冷やして待つだけ。ただねこれ若干1リットルドリップしてない分ね、待つ時間が通常8時間程度なんですけど、もうちょっと長めの方がいい。何度かやってみた感じだと、まあ12時間ぐらいがちょうどいい感じかなっていうところです。やっぱり1リットル以上の水をドリップするのって結構めんどくさいんで、この方法であればもう本当に楽全く何にもね手間がない。しかもこの通常の方法で水出しするよりもこちらの方がねまろやかさが増すんじゃないかと個人的にはね思ってます。さらに楽に美味しい水出しコーヒーが飲めるこの方法ということで、水出しアイスコーヒーをさらに簡単に作る方法でございました。めちゃくちゃもう簡単なんでね、ぜひ試してみてください。YouTube